罪の裁き。赤き他に覚えているか、ネメシス。死ね、死ね、死ね。貴様が私から全てを。お母様、お主、そこで何をしておる？いかにしてここに入り込んだのか知らぬが、わしの寝顔を盗み見るとはなあ。まったく。もそっと近寄れ。お主の姿をよく見せよ。おお、知らぬ顔のようじゃの。一体何者じゃ。でない、わしをからかうのも大概にするのじゃ。お主、人間と言うたな。ならば名を名乗れ。おれ、徳仙子。なるほど、さすがは人の子、耳慣れぬ名じゃの。人間なればこれにも答えられよう。何の節の何の日の生まれじゃ。わしと同じとは、おかしな偶然もあったものじゃ。何やら懐かしい心地がするが、
わしはもう一眠りするかな。始まる。近い。そろそろ起きろ。またあの夢でも見てたか。大平原を埋め尽くす大軍の激突か。ついぞ300年は起きてねえがな。まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。余計なことを考えてると早死にするぞ。さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。ジェラルトさん、すまんが来てもらっていいか。どうした？突然申し訳ありません。こんな時間にガキどもが揃って何の用だ。実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢、金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。村の外に人影。ちっ、かなりの大所帯だ。来やがったか。たく、ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかねえ。おい、行くぞ。用意はいいな。巻き添え食わねえようにさっさと片付けちまうぞ。まずは手前にいる連中を始末して敵の出鼻をくじいてやれ。私の力見せてあげる。焦らず戦おう。ぼちぼち動くか。
この経験は糧になる。切り込むか。敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。あんたらのおかげで命拾いしそうだ。こんな偏僻な村に腕利きの傭兵が、まさに天の廃材。日頃の行いのおかげだな。ありがとう。おかげで助かった。こんなところでは死ねないからな。すまないが、力を貸してほしい。協力して賊を打ち払おう。あなた、変わった雰囲気の人ね。傭兵だというなら腕を見せてくれる？報酬については心配しないで。それでいい。森にいれば敵からの攻撃を有利な状態で受けられるからな。
気は抜けない。いい機会だ。俺が教えてやった戦技、ここで使ってみろ。加減すべきだ。一歩前進かな。止めてぶちのめす。近くに味方がいるときに攻撃すると敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ。
これが私の力よ。やるね。無表情に剣を振り上がって俺の邪魔をするんじゃねえ。よし、このめ、いや、よい。お主ごときには、己が命の誠の値打ちなぞわからぬじゃろ。まったく。わしがお主を導いてやらねば、なあ。わしの名はソティス。始まりの者と呼ばれておる。ソティス、確かにわしはソティスじゃ。それに始まりのものか、一体誰にそう呼ばれておったのか。何、わしは今まで名前すら思い出せなんだのじゃ。それが宣告はするりと口をついて出た。おかしなこともあるものじゃ。なんじゃその顔は。おぬが名前すらわからぬわらしと思ったか。ふん、ならばそのわらしに命を助けられたお主はどうなんじゃ。まったく。そうじゃ、よくわかっておるではないか。たかが小娘一人救うために盗人の斧の前に体を投げ出しおって、わしがとっさに時を止めたからよいものの、あのままでは死んでおったぞ。お礼の一つも言えぬとはの。ここから追い出されたいか。そう、素直に感謝すればよいのじゃ。わしも助けがいがあるというものよ。しかしとっさとはいえ、よう時を止められたものじゃ。どうやったのか。再び時を動かせば、あの斧はお主の背に見事に吸い込まれ死ぬじゃろうな。当たり前じゃ。はあ、お主のせいでわしまでこのような目に。一体どうすればよいのかの。
そうか、止めた時を巻き戻せばよいのじゃな。うん、できそうじゃ。まったく世話の焼けるやつめ。巻き戻る時はわずかなれど、何が起こるか知っておれば命を守るのはたやすかろう。では行くぞ。炎をその身に宿せし者よ、時のよすがをたどりて己が答えを見出せ。お前、今何か。セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せえ。え、おい、盗賊が逃げていくではないか。貴殿らは後を追うのだ。さて、酋長たちも無事のようだな。と、そちらは。おっと、面倒な奴が来ちまった。